よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。プロテスト受かったの？18歳の時に取りました。だったらプロのライセンス取りなよって背中を押されまして。井上チャンピオンとか、はい、パキオン、あ、はい、毎回毎回なんか想像を超えてくるなっていう感覚で見させていただいてます。さあ、おう、ネクストチャレンジ、具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は気合入ってますね。うん、いつもより入ってます。小野木里奈ちゃん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。女優さんですね。あ、はい、女優の仕事をさせていただいてます。なんか綺麗だと思ったね。はい、確かにいつも男子の格闘家と会ってる時と人が違います、ね。うん、やっぱり女性の方が好きです。優しいから。はい、優しい。そうですね。はい。なぜ小野木さんをお呼びしたかと言いますと、うん、YouTube を含めてボクシングのことをかなり取り上げられている。うん、ボクシングも詳しいので、ぜひちょっと具志堅さんに会っていただきたいな。はい。小野木さん。はい。小野木さん、はい。ボクシング好きだけではありません。うん。え？プロテスト受かったの？あ、はい。ボクシングの、そうです、18歳の時に取りました。すごいんじゃない？じゃあプロテスト合格っていうことはしっかり、じゃあもうスパーリングもやったり していたんだ。あ、はい、やらせていただきました。その時はジムはどこのジムでした？と今吉祥寺の鉄拳8っていうところに、もうずっとそこに。ああ、いや、もうよく知ってますね。 ありがとうございます。吉祥寺行く時に左側にあるんですよ、よく。そうです。いやいや、はい、そうです。あそこ、いや、あそこ、もう宣伝の会長はよく知ってた。そう、よく見えるんですよ。路面なので、はい、そうです。すごいオープンです。非常にいいね。はいはい、わかるわかる、うん。ありがとうございます。うん、ほら、あんまり女性ボクシング、まあ今はちょっと下がるんだけど、はい、何受けたの、プロテスト。なんかやっぱり、もともと父の影響で、最初は試合を、はい、見るだけだったんですけど、うん、で、その後に、芸能のお仕事を始めていただいて、うん、でボクシングやっぱ好きでしたし、うん、やるんだったらボクサーの役とか、うん、いつか挑戦したいなって思ってたんです、うん、でだったらやっぱりしっかりボクシングができないと、やっぱり実際にもう活躍されている選手の方々にもやっぱ失礼のないようなボクシングをやっぱ見せたいって言って、うん、で父にだったらプロのライセンス取りなよって背中を押されまして、はい、そこでテストを受けるまでどれぐらい練習したの、ジムに。その時は、大学1年生の時なんですけど、はい、入学して6月にジム入って、その年の12月に取りました。はあ、意外と早いよね。結構毎日で。毎日来て。はい、練習やりました。はい。実際やってみてどうでしたか、その挑戦っていうのは。やっぱり3分が本当に長いなっていう。あ、やっぱり。そこがやっぱ思いました。練習はやっぱり3分やっていたの？その時はずっと3分でした、最初。テスト2分だもんね。はい。やっぱ、大したもんで3分の練習できるっていうのは。いや。必要、やっぱり練習も。あ、そう。ありがとうございます。はい。デビューは考えられなかったですね。その時は、そうですね。いろいろ考えたりはしたんですけど、やっぱ、当時入っていた事務所に、ライセンス取るのはいいけど、試合はちょっとやめてくれっていうところが。多いんですよ。ありましたね、うん、そうそうそう、ヘッドギアつけないっていうことで、ゆうさんでやっぱり試合の次の日撮影行けないですもんね。そうですね、なかなか行けないし、調整が、うん、晴れたら、はい、できないし、そうですね、はい、失礼しました。そうそう、ということで、あ、そう、いや、さん、うん、いかがですか、今のも聞いて。小野木さん、本当にボクシングが好きで活躍されてる、うん、テスト受けた合格って聞いた時すごい。それだけでもなかなか大抵もう練習で終わっちゃうよ。はい、ありがとうございます。まあ男性もそうだけどね、はい。役柄にも行きました。うん、あ、とても日常映画でボクサーの役をやらせていただきまして、うん、はい。でその時はもう恐れを言いながら世界チャンピオンの役をやらせていただいたんですよ。すごいね。はい。いや男性の映画多かったけどね、ボクシングはね多いけど、聞かないもん俺は女子の。はい。ありがとうございます。あ、国内で。国内で上映されました。あ、そう、まあ。ただやっぱり。本当にそれこそボクサーの方々に失礼のないように、うん、私たちは演じる側だったので、はい、その強さとかパンチとかよりも、うん、まずフォームとか、うん、ボクシングってこんなにかっこいいスポーツなんだよっ
っていうのをなんか意識して、うん、はい、そこは一番意識しました。だけどやっぱり撮影となれば難しいよね、ボクシングの、はい、ね、俺も現場よく見たことあるんだけど、はい、意外と難しいんですよね、はい、真剣にしなくちゃいけんしな、はい、ね、ある程度ね、はい、そういうの見たいね、あとね。さんも朝ドラ俳優、そうですよね、はい、朝ドラですね。一言のセリフじゃいや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 、誰でもできるような、もう誰も、そうやったやった、いやいや、誰もが憧れます、いや、はい、ちょっちゅね、まあお父さんもボクシング ね大好きってね、影響があったし、まあ世界チャンピオンももう100人いたしな、はい、誕生してし、その中で好きなボクサーなんかいます？はい、本当に選ぶのが難しいんですけど、うんうん、たくさんいますよね、はい、うん、面白いもいるし、やっぱり私が一番やっぱ心に残ってるのは、うん、佐藤陽太さんという、うん、はい、知ってる、あれ後輩じゃない？そうです、競泳にものね、そうです、おっしゃる通りです、6人か7人目のぐらいの世界チャンピオンですよ、はい、スーパーフライ級のな、スーパーフライ級です、そうです、 WBC の、なんかあるの、どこ好きなの、なぜ好きなの、まあ、幼い頃は、うん、その父と一緒にボクシングの映像とか見ていて、なんか最初はなんでこんな殴り合いのスポーツが見てて どうみんな楽しんでるのかなっていうのが分からなかったんですよ、うん、だけどその後に2012年とかだったと思うんですけど、2012年、はい、その時の大晦日の試合で佐藤陽太さんが防衛戦だったんですけど、うん、その試合でアウトボクシングで足を使って、うん、こうリング中をこう本当踊るかのように、舞いながらで、トリッキーなパンチを出したりとか、フェイント入れたりとか、そこがすごく面白くて、本当、うん、ボクシングってただの殴り合いじゃないんだっていうのを気づかされた試合だったんですよ。意外と彼のボクシングはね、の昔のちょっと違ってね、若者に合ったような試合していたね。はい、本当。最初はボクシングよりも、あの、なんて、スケボー。はい、はい。スケボーがプロみたいになりたかったみたいじゃないの？はい。毎日なんか。有名でしたよね、すごく。うん。はい。普通、練習前にスケボーでなんかジム行ったりして、持って行ってたんですよ、スケボーも。そう。だから動きもすごく、はい。良かったね。はい。スリムでね。そうそうそう。その前後にもいっぱい若いのチャンピオンもいたよな、日本ね。そう、いた。盛り上がってますよね、うん、ずっと。うん。あ、でも嬉しいですね。なんかこういう話がなかなかやっぱできるっていうのがすごく嬉しいです、私は。いや、だから彼も引退して辞めて、盛岡に帰って、東京になんかパーティーにも顔を出したりしてました。あ、そうだったんですね。そう、はい、何回か会いましたよ。はい。本当。最近またすごいじゃない？はい。日本国内の世界チャンピオンが。見ます？もちろん見ます。見てる？はい。あ、そう。はい、ドラマ、まあ撮影をしない。はい、してる時とか、はい、あ、そう、やっぱ世界タイトル戦もそうですし、うん、あとこの間も大橋ジム の、うん、あのやっぱ新しいデビュー戦が集まった試合とかも実際後楽園ホールに行っていたりとかしました、はい、じゃあ今も井上チャンピオンとか、はい、パキオとか、あ、はい、そういうのもいっぱい見たりした、はい、ちょっと映像でなんですけれども拝見しました。すごい、どちらもまた全然タイプはちょっと違う、うん、ことはあるんですけど、見てて本当に面白い、毎回なんか想像を超えてくるなっていう、そういう感覚で見させていただいてます。やっぱり世界チャンピオンの中で井上尚弥っていうチャンピオンやっぱりすごい、いや、もう本当にすごすぎて、やっぱりもうすぎるよ、なかなかいないよね、はい、うん、井上尚弥にやっぱり勝てるのいないと思うよね、今現在。具志堅さんもそう思うんですか、うんうん、はい、やっぱ階級どんどん上げていってさ、はい、それでも強いもんね。そうですよね、うん、びっくりする。普通はなかなかできないよ、上げても。あ、そういうもんなんですか、うん、あれも本当もっと軽かったんだから、一番彼を今もうスーパーバンタムで やってるってことはすごいよ、はい、あ、うん、そう、やっぱその階級を一個上げるっていうことは体に対してなんかやっぱり負担というか何かがあるんですか、うん、パワーも違ってくるし、はい、リーチも違って、はい、まあ、身長リーチも違うしね、はい、だからやっぱりなんていうの、昔のやっぱパキオみたいだよね、はい、パキオもやっぱりフライで取ってずっとね、はい、階級制覇してるんだ、はい、パンチ力もやっぱりなんか似てはいるんですよね。あ、はい、確かにこう徐々に階級を上げていくっていうところがやっぱり似てるんですね、うん、普通はもうパンチ力とかスピードとかね、はい、全部違ってくるんだけど、はい、それどんどん上がっていってるんだよ、逆に。その先はちょっとわからないけどね、はい、フェザーとなればまたちょっと違ってくるけど、はい、
だけど今の井上チャンピオンは強いと思います。おおすごい。まあみんなが歴代の世界チャンピオンはみんなそう思うじゃないかな。具志堅さん、はい、対談いかがでした。ボクシング本当に好きだなっていうのももう分かりました。あ本当ですか。いやいやいや全然、はい、熱くなるタイプかもしれないし、お父さんじゃあいくつなの。今50半ばとかなんで6、50。あそれくらいやっぱみんな多数種の時代かな多分。 それくらいのちょうど盛り上がってる時代で、渡嘉敷さんとかね。渡嘉敷さんもちょっと、まあ、先輩だけど多分みんな一緒にいたはずグループでも父はやっぱ一番最初に具志堅さんの名前を挙げてました、うん、私が小さい頃にうもう誰が一番って聞いたら、うん、本当いやもうそれは具志堅用子さんっておっしゃったんで、まさかこうやってお話できると思う。やっていたのお父さんも。あやってました。アマチュアでちょっとだけやってまして。あそう、はい。出身はどこなの。東北なの。小野木っていう。父はずっと東京なんですけど、もともと名字的にはあの北陸の方から来てるみたいです。北陸、うんうん、はい。なんかインパクトありますよ珍しい名字です。いや名前がね、はい、うん、3つ、うん、名字が3つだから意外と分かりやすい。渡嘉敷とか具志堅とか小野木と思い出せるよ。それで具志堅さん、はいはい、まあボクシング対談もしていただいて、うん、せっかくなんでボクシングをやってみようっていや、いや 俺もうやめてるよ。やっぱり女優さんなんだから傷つけたらダメだし、せっかくなんでパンチを受けたくないです。ああそれはあの大丈夫よ。いやいやもう全然当てられないです。当たんないですそもそも、うん、ということでじゃあこの後、はい、準備をしてお願いします。よろしくお願いします。ね、OKOK、 はい、ちょっちゅねお願いします。はい、お願いします。はい、よしお願いします。はい、右利きだったね。右利き、はい、はい、ジャブン、よっしゃよっしゃ、あいいぞ、いいぞ、だあいいね。綺麗なボクシングしますね。よっしゃしっかり打ってます。次、続けて4つもワン、ツー、スリー、バン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 、はい、はい、オーケー、うう、あの、打つところ使うの。はい、はい、左打って、ジャンプで打って、そう、ジャンプから打って、はい、あ、いいね。オーケー、最後、ストレートね。はい、おう、打ててる、打ててる、おう、ボディ持ってるの。ちょっと、ちょっと、そんな状態ないですけど、はい、これ、いや、目も、目も始めるの。はい、はい、赤のところに見る。はい、さあ、飛んで、さあ、さあ、ワン、ツー、ゴン、打ってくる。はい、はい、そう、いいね、いいね、オッケー、そう、さすが、そう、いいね、大丈夫。いやいいっすね。あやってるじゃない、はい、とちょっと女優さんに言うのあれかもしれないですけど、パワーも、ね、パワーもあって、いやいやいや、はい、しっかり打ってるでしょ。はい、ううおお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 リズムもいい。硬さがないね。こう自然に出てる。痛みはもうすぐもう分かりますね。形もスピードもリズムもできてる。まあプロテスト受かった選手だから。はい。これはもう、まあ、できてるちゃんと。ありがとうございます。荒木さんどうでした。いやなんか
対して私は私で具志堅さんのやっぱ目とかがやっぱ具志堅さんだって思うぐらいちょっと表情とか見てるとめっちゃ怖かったんですけど、でミットがすごい打ちやすくて、はい、あんまりね、大丈夫だね、はい、だからなんか全部身を任せてできたっていう感覚があって楽しかったです。どうですか、具志堅さん、それでしょ、はい、ただちょっと一応グローブもう一つセット用意してるんですけど、それでスパンにやるっていうことか、はい、ちょっちゅね。じゃあ具志堅さん30秒ほどですか、お願いします。 OK、 じゃグローブタッチから、はい、お願いします。やるね。それなんで入ったんですか。おいし、ボクシングうまいし。いやいやいや、ありがとうございます。ということで、野木さんもいかがでしたか。いや、すっごい、ほんとこんな貴重な体験ができるなんてありがとうございました。いや、いい、はい、野木さんのチャンネルに具志堅さんも出てるので、ぜひそちらも見ていただいて、皆さん見てね、いいスパーしてありがとうございました。ありがとうございました。チャレンジ、ご覧ください、見てください、よろしく。やったー、これ次は佐藤だね。はい、そうです、佐藤です、奈良の奈です。ありがとうございます。あー、ありがとうございます。はい、もうなんか気合入ってない、ありがとうございます、皆さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。